ノーマン・スコットは、アメリカ海軍の駆逐艦、フレッチャー級駆逐艦の一隻。韓米は、1942年11月13日に、起こった第三次ソロモン海戦で戦死して、名誉勲章を没後授与されたノーマン・スコット少将に、ちなむ。ノーマン・スコットは、メイン州バスのバス鉄工所舎で1943年4月26日に、寄港し、8月28日に、 スコット夫人によって浸水。艦長セイモアディオーエンス中佐の指揮のもと1943年11月5日に収益する。収益後、ノーマン・スコットは従順洋艦キャンベラを護衛して1944年1月14日にボストンを出港し、2月1日に真珠湾に到着。護衛空母ガンビア米の護衛役となり、クエゼリンの戦いの後に、 アメリカ艦隊の前進根拠地となったマジュロとの間を往復した。6月に入り、ノーマンスコットは来るマリアナパラオ諸島の戦いに備えて真珠湾に戻り、6月15日からのサイパンの戦いでは戦艦主体の火力支援部隊の護衛に任じつつ、自らも火力支援を行った。ノーマンスコットは続くテニアンの戦いにも加わるが、ここで、 停滞損害を受ける。テニアンへの上陸作戦当日の7月24日、ノーマンスコットは、戦艦コロラドなどとともに、火力支援に従事中、日本軍の反撃を受けて6発被弾。内環境部に3発、全部煙突、魚雷発射艦及び5番5インチ砲に1発ずつ命中し、オーエンス艦長一家22名が戦死して67名が負傷した。ノーマンスコットは、 サイパン島に海港の上応急修理を行い、新珠湾、メアアイランド海軍造船所と構想されて修理が行われ、10月21日に完了した。修理完了後、新しい乗組員を乗せたノーマン・スコットは、ハワイ水域で訓練を行い、マヌス島に海港の後輸送船を護衛して1945年2月9日にフィリピン水域に到着した。任務完了後は、 マーク・ミッチャー中将の第58任務部隊に加わり、異王島の戦い及び沖縄戦の支援に従事。戦争最末期、ノーマン・スコットは、ジョン・エス・マケインシニア中将の第38任務部隊に入り、アーサー・ダブル・ラドフォード少将を率いる第38.4任務軍に属する。7月15日、ノーマン・スコットは、 室蘭への漢方射撃を行うオスカーシー・バジャーに聖少将の第34.8 2任務隊に選ばれ、戦艦あよはミズーリ及びウィスコンシンの護衛役の一席となった。戦争終結後、ノーマン・スコットは横須賀・チンジュフ地区の占領を支援した後沖縄に下がり、西海岸に開港後ワシントン州タコまで海軍記念日を迎えた。サンフランシスコに移った後、 1946年4月30日にサンディエゴで退役し、1947年からはメアアイランドに経流された。そのまま現役に服することなく1973年4月15日に除籍され、同じ年の12月3日にアメリカンシップディスマントリングコーポレーションにスクラップとして売却された。ありがとうございます。